木製の重い末をき式譜面台。個人宅や教室などで使用されることを想定しており、持ち運びには適していない。譜面台を用いて演奏を行う声楽アンサンブル。譜面台は楽譜を読みやすい位置に保持するための台のことである。ほとんどの譜面台は立った状態や座った状態などの演奏スタイルや演奏者の身長に合わせて高さを調節できるようになっている。また、 多くの鍵盤楽器には、据え付け方式もしくは、取り外し方式の譜面台が取り付けられている。譜面台を使うことで、両手が自由になるので、楽器を演奏したり、指揮を振ったりしながら、楽譜を読むことができる。楽器演奏者だけでなく、歌手が歌唱の際に譜面台を使用することもあるが、合唱では、通常楽譜をまとめたファイルを手で持ちながら歌い、ソロの場合は、 メロディーと歌詞を暗記することが多いため、楽器の演奏者に比べると使用頻度は少ない。しかしながら、数百曲のレパートリーを持つ、ラウンジ歌手や、結婚式に出演する歌手などは、すべての楽曲を覚えることが困難であるため、譜面台を使用する場合が多い。譜面台には、様々な種類があり、多種多様な目的と使用者に対応している。折りたたみ式譜面台は、 室外での練習や公演のために持ち運ぶことに適している。折りたたみ式譜面台は通常アマチュア音楽家によって使用され、プロの音楽家は折りたたみ式譜面台の使用を通常の公演会場以外で開催される練習や小さな演奏会に制限する傾向がある。末置き式譜面台は主にプロのオーケストラやビッグバンドが練習や公演のために使用する。 折りたたみ式譜面台は数ページの楽譜や薄い歌集を保持するように設計された金属製の安価で軽量なモデルから重量があり剣道で高価なモデルまで様々ある。軽量のもの軽量の折りたたみ式譜面台持ち運びに適している。軽量の折りたたみ式譜面台はオーケストラの送付などの重い楽譜を保持するようには設計されていないため 重い楽譜を置くと倒れる可能性が非常に高い。軽量の折りたたみ式譜面台は多くの楽器ケースやリュックサックに収まるよう全体を小さく折りたたむことが可能であり、携帯性が高い。そのため練習やオーディション、公演など広く使うことができ、ポピュラーなタイプの譜面台である。アマチュアオーケストラでは末置式譜面台の購入、レンタル費用を節約するため、 メンバー一人一人に自前の折りたたみ式譜面台を準備してもらい、それを練習や公演に持ち運ぶよう指示している場合もある。折りたたみ式譜面台は、楽譜を置く部分と、それを支える伸縮式のパイプ状の支柱、譜面台全体を支える三脚で構成される。パイプと三脚は、ネジなどの固定具で、希望の高さになるように固定する。 この際、立っている状態での演奏のために支柱を長く伸ばした状態で固定して使用すると、楽譜を置いた際に譜面台全体の重心が上部に偏り、倒れやすくなったり、支柱がたわんだりするため注意が必要である。楽譜を置く部分は、楽譜の視認性が高くなるように、水平からわずかに傾斜をつけた状態で固定されている。折りたたみ式譜面台の中には、 この傾斜の程度を調整できるものも存在する。また、楽譜を置く部分には、2ページ以上の楽譜や、特大の楽譜を開いたまま保持するための金属製のアームが付属している。また、軽量であるがゆえに、野外で使用する場合は風による影響を受けやすく、場合によっては楽器にぶつかって、傷を負わせたり、演奏を中断せざるを得ない場合もある。 重量があるもの重量のある折りたたみ式譜面台では通常メインの支柱として中空のパイプを使用し三脚に三本の円柱を配置して譜面台を垂直に保つこのタイプの譜面台は数百ページにわたる厚手の楽譜や大量の楽譜を閉じたバインダーを確実に保持できるこのタイプの譜面台も軽量の譜面台と同様に支柱の高さを調節して 様々な演奏者や演奏スタイルに対応できるようになっている。結婚式でのパフォーマンスを終え、末置き式譜面台を運び出している音楽家。プロのオーケストラ、コンサートバンド、ビッグバンドは一般的に持ち運びが難しい末置き式の重い譜面台を使う。この種の譜面台は演奏者の黒い服に溶け込んで邪魔にならないように黒く着色、塗装されているものが多い。 楽譜を置く部分はプラスチック製のものと金属製のものがあるが、どちらであっても支柱部分は金属製である。楽譜を置く部分の下に棚を備えているものもあり、鉛筆や弦楽器用のロジン、リハーサル用の器具などを入れて置くことができる。高さを調節するために金属製の支柱を上げ下げできる。プロ用の譜面台は、 座っている演奏者のために高さを下げたり、立っている演奏者のために高さを上げたりすることができる。重量を軽くするために、譜面ラックにミシン目が入っているものも存在するが、これは特に大量の譜面台を運ぶことを考慮されたものである。これらの譜面台は高さを下げることはできるが、畳んだり広げたりできない。したがって、単身でリハーサルやライブを渡り歩く、 音楽家にはあまり使われない。この譜面台を動かすことはできるが、フルオーケストラでは50個から100個の譜面台を動かす必要があり、ダックが重いため、運搬トラックや設置するための人員を雇う必要がある。プロ用の譜面台は三脚か四つ足であるか、重い金属製の円形の足を持つことが多い。高価なアンティークの譜面台。すべてのリハーサルやライブに末え置き式のプロ用。 譜面台を使う音楽家もいるが、その場合、機材をホールに運び込むための移動がより困難になる。そのような音楽家が末置き式譜面台を使う理由は、重いものや重い楽譜を乗せても安定性があること、屋外での演奏でも倒れにくいこと、プロらしく見えることなどがある。また、譜面台の下部に備えられた棚を使い、 リハーサルや本番に必要な音楽小物を入れておきたいと考える演奏家もいる。また、木製や金属製の高価な末置き式譜面台を自宅や音楽スタジオに持っている音楽家もいる。これらの譜面台は持ち運びを考慮されていない。重量や繊細な仕上げのため、これらは個人宅などの一箇所でのみ使われる用意とされている。重量のある譜面台の中には、 彫刻された木材で作られ、ローレリーフの彫刻や造岩細工が施されたものもある。また、トート記号のような音楽的な衣装が施された新中製の譜面台もある。これらの譜面台の中には、それ自体が芸術作品となっているものもある。コンピューターやタブレットの画面を使用して音楽を表示するデジタル譜面台は、1990年代から2000年代、 あたりから使用され始めた。コンピューターに接続された電子フットペダルを押すか、タブレットをタップすることでページをめくる。従って演奏家は通常ではページを自身でめくることが難しいソロや室内楽で演奏する際にも、ふめくりをしてもらうボランティアを頼むことなく、自身の手でページをめくることができる。トランペットに付属するクリップ、マーチングバンドや、 ブラスバンドの一部のメンバーは楽器に取り付けることができるリラまたはクリップと呼ばれる小さな譜面保持具を使用する。これを用いることで演奏者はマーチング等の更新中でも楽譜を読むことができる。大きく重い色者用譜面台。重く大きい楽譜を乗せることができる大きく重量がある譜面台はオーケストラやコンサートバンド、合唱団、 ビッグバンドの指揮者によって使われる。通常、これらの譜面台は容易に運べるようには設計されておらず、一般的にはリハーサルホールやコンサートホールに設置されることを目的とする。指揮者は全楽器のパートを含む送付を読むため、指揮者用の譜面台は演奏者用のものよりも、はるかに平らな角度に調整できなければならない。公共曲によっては楽譜が厚く、 重いこともあるため、式用譜面台は重く広い土台を備え、楽譜を置くところを頑丈に作ることによって安定させている。プロの楽器奏者用譜面台と同じく小さい棚を備えている式用譜面台があり、指揮者が式棒やハンカチ、老眼鏡、リハーサル用の小型メトロノームなどを入れておくことができる。アップライトピアノやグランドピアノ、 ステージピアノ、チェンバロ、パイプオルガン、ハモンドオルガン。1980年代以降のキーボードの多くには楽譜を置くための台が付いている。グランドピアノの中には譜面台を外すことができるものもあり、例えば演奏者がピアノソロ作品やピアノ競争曲をアンプして弾く場合などに台を外すことができる。キーボードの中には台を外し、 リハーサルやライブに持ち運ぶのを容易にできるものもある。もし譜面台がキーボードに固定され、取り外せないとしたら、バンなどの車に積み込むのが困難になり、譜面台が破損しやすくなってしまう。上部に譜面台がついている、コルグ LP350 電子キーボード。個人宅やスタジオでの使用を想定された電子ピアノの中には、譜面台が取り外せないものがある。 そしてほとんどの電子ピアノユーザーは、リハーサルやライブに電子ピアノを持ち運ぼうとはしない。なぜなら、通常の輸送には、不向きな特徴があることが多いためである。リハーサルやライブに日常的にキーボードを持ち運ぶ。キーボーディストのほとんどは、ステージピアノを使ったり、ミディキーボードと音源モジュールを使ったりしているが、これらの楽器については、すべての付属品を取り外すことができる。 キーボードを複数の部品に分解することができるため、乗用車、さらには小型車でも簡単に運ぶことができる。これに対して、譜面台や足、ペダルが固定されているハイエンドの電子ピアノを運ぶのには、バンと数人の手伝いが必要である。卓上式の譜面台、テーブルの上に置いて用いられている。譜面台の大半は、希望する高さへ調節するための機構と台座を、 備え付けているが、テーブルやカウンターなどの卓上で用いるために、設計された譜面台もある。外での演奏に際して、風で楽譜が飛ばされたり、間違ったページにめくられたりすることがある。この課題を解決するために、演奏者は金属製のクリップや洋服のピンで楽譜の側面を止めたり、アクリル樹脂のシートを譜面台に敷く。この方法は、 楽譜が風に吹き飛ばされるのを防ぐ一方で、ページをめくるのを困難にする。また、軽量な折りたたみ式譜面台については、風の強い日には広げた楽譜が保のような役割を果たして風を受け、大全体が吹き飛ばされることもある。重量のある折りたたみ式譜面台やプロ用譜面台は、その重量のために屋外のコンサートでも吹き飛ばされる可能性は、より小さい。 風の強い状況が問題となる屋外のコンサートにおいて最も台風性のある譜面台は土台が重く、それ自体も重いプロ用の末置き式のものである。オペラやバレエ、ミュージカルにおいてはオーケストラはメインの舞台の正面、低い位置にあるオーケストラピットで演奏することが多い。演出の都合上、公演中に舞台が暗くなったり客席照明が消されることがある。 この暗闇はピットでパートやコードチャートを読んでいる音楽家にとっては課題となり得る。この課題を解決するために小型のスタンドライトが譜面台の上部に止められている。このスタンドライトが観客の気を散らさないように会場によってはこのライトにフードをかぶせるところもある。もともとはスタンドライトは白熱電球であったためピット全体に延長コードを走らせ、 定期的に電球を交換する必要があった。2000年代に入ると、LED ライトが手頃な価格になったため、電池式 LED ライトが広く使われるようになった。LED ライトは延長コードが不要で、電球も半永久的に交換不要である。スタンドライトは薄い折りたたみ式譜面台にはあまり、しっかりと止めることができないが、 プロ用の水置き式譜面台にはよりしっかりと止めることができる。カナダのとあるビオラ奏者は暗闇での演奏のための LED ライトを内蔵した譜面台を発明した。英語において譜面台はミュージックスタンドと表されるが、スタンドという語は一般的に支柱として知られる回転足や指示部によって一定の高さに保持されている小さな面のことを指す。 楽譜を保持するための傾いた面があれば何であれ、譜面台であるが、その機能によって、競技の譜面台と譜面机という2種類に分けることができる。競技の譜面台は、その名の通り、自立する土台や三脚の上に、譜面の置き場所があるという構成で、移動可能なことに加え、高さや角度を調節することができる。譜面机も同様に、 傾斜可能な譜面置き場を指すが、支柱の上にあるのではなく、むしろ机の一部を構成している。机という単語が、もともとは読書や執筆のための天板が傾斜した机のことを指したように、わずかな調整だけで、ただの机を譜面机にすることができる。ありがとうございます。